どんなにセンセーショナルな体験でも、説明ができないことっていうのは記憶の片隅に追いやられていくもんだね。今はもう20代の俺だけど、そんな10年ほど前の体験があるよ。10年ほど前、俺が4年生の時に、通ってた小学校で起きた出来事だよ。確か春休みに入る直前の日で、その日は学校に来て1、2時間だけ授業をやる。その後に全校生徒が体育館に集まって終了式をしてから、各自の教室で担任に通信簿をもらう。そしたらお昼過ぎには帰れるというのがパターンだった。春休み前だから、妙に浮かれてたね。みんなにもわかるかな。午前中だけ授業の日のあのワクワク感。俺もその日の午後は友達の秋吉新地に集まって、みんなでゲームやろうとか予定してたし、朝からワクワクが止まんなかったよ。当時は PS2 の三国無双が俺らん中で激アツいゲームだったね。よく友達の秋吉新地にクラスの連中で集まって、交代プレイしたもんです。まあ、そんなこんなで、短い授業を終え、終了式を終え、やっとこさ帰れる時間が近づいてきたわけだよ。体育館での終了式から教室に戻ってきた俺たちは、担任が来るのを待ちながら各自好き勝手におしゃべりしてた。廊下の向こうには、同じ階に教室がある5、6年生たちがぞろぞろ歩いて教室に帰る途中で、周囲はかなり騒々しい状況。今日秋吉ん家に集まる人、どのキャラ使うか、あーでもねーこうでもねー、みんなで話してる最中だった。急に、廊下から聞こえてくるざわざわのボリュームが大きくなったんだよ。よく大勢の人が驚いた時とか、どよってなるじゃん。あんな感じで。俺らも無意識に廊下の方に視線を向けたんだ。教室にいたほとんどが廊下の方を振り返ったと思うよ。廊下に面した壁には全て窓がついてるから、廊下の様子はよく見えるんだ。廊下にいる大勢の5年生は、みんな一様に右の方を向いてどよ、してる。その中には後ずさりする生徒も、左の方に逃げ出すやつも見える。何があんのよ右の方に？何が右から来てんのよ？俺らも椅子から立ち上がって、廊下の方へ行ってみようとした時だ。真っ白い人影が、右手の方から廊下の視界の中にフェードインしてきた。真っ白い人影って言っても伝わるかどうかわからんが、2メーターちょいくらいありそうな、真っ白い煙が凝集したような人影が、やや早歩きなペースで廊下を普通に歩いてってるの。そんなもんが見えてるもんだから、教室にいる俺たちもますますヒートアップだよ。おいおいなんだあれ。と真っ先に教室から廊下に駆けてったのは秋吉だ。俺らもそれに釣られるように廊下に飛び出す。後ろから見ても、それはやっぱり人影だ。ただ、首から上、手足が妙に細長いのが気になる。その体のアンバランスさがすげえ不気味だったけど、廊下の端と端に区切られた強行状態の5、6年生たちの間を、普通にのっしのっし歩いていくあたり、なんとなく何もしてこないような、安心できそうな気もする。ただ歩くだけかこいつは、と。中には無鉄砲な5、6年生もいて、何人かはその白い人影についていきながら。ウェイ。なんだ触れねえよ。とちょっかい出してるし。俺らの中でも一番そういう奴らに近いのが秋吉だから、秋吉もダッシュで人影をすり抜けたり、混じって遊んでるんだ。俺を含む秋吉以外のクラスの連中は、そんな彼らを後ろから追いかけて。秋吉やばいって。やめとけって。と大声張り上げる。5、6年のクラスの担任とかも、廊下で立ちすくんでる生徒たちを自分の後ろにやって。やめろー。っていつもみたいに怒鳴るんだけど、全く聞く耳なし。うちの担任の女先生は、職員室から教室に来る途中でその騒動に出くわしたらしく、廊下の途中にポカーンと突っ立ってた。で、散々暴れまくってる秋吉が、大きくジャンプしてそいつの首に。おらー。ってラリアットかましたの。そしたらずっと歩き続けるだけだった人影が、突然ピタって立ち止まった。あ、やばい。廊下にいるみんながそう思っただろう。俺らも人影が初めてリアクションを示したことにビビって立ち止まる。一瞬でシンとした中、秋吉の。らあ。という語尾と着地音だけが響く。次に何をするんだろうこいつは。みんなマジで怯えてた。秋吉と人影が対面する形になって、人影が秋吉と目線の高さを合わせるようにしゃがみ込んだ。そして、すっとよろ長い頭を下げて、秋吉の頭と重ねたんだ。するとどういうわけか、人影が消えたんだよ。
まるで目の前の状況が理解不能、みんながでっかいクエスチョンマークを浮かべてる中、秋吉がそのまま後ろにドーッと倒れるのが見えて、俺も我に返った。おいおいおい、とみんなで駆け寄ったら、秋吉のやつ半白目で失神してんの。頭を小刻みに振りながらさ。すぐに担任も駆け寄ってきて、俺らみんなで保健室に秋吉を運んだ。保健室に運ばれた秋吉はまだそのまま目を覚まさなくてさ、俺らはとにかく教室に戻るように言われたんだ。もう低中学年の教室では通信簿も帰りの会も終わった頃で、集団下校の時間も迫ってたから。その後は特に変わったこともなく、担任はいつも通りに事態を進行させてた。教室で通信簿もらって、下校するようにと。クラスはみんなして、さっきのは何だったんだ、秋吉どうしたんだ、とめちゃめちゃにざわついてるし、さっきあの廊下にいたすべての生徒のクラスもそうだったろう。それが終わっても、俺らは秋吉のいる保健室にいようと思ったんだけど。帰りなさい。と一括されて下校。秋吉はその後すぐにお母さんが迎えに来たらしい。家に帰って親に今日あったことを話しても。はいはい何言ってるの?みたいな対応だし、その日は秋吉以外のメンバーんちに集まって、とりあえず三国無双して解散した。次の日の朝に秋吉んちに電話したら、秋吉がもう目を覚ましてるって聞いて、みんなで即駆けつけた。秋吉家に着いたら秋吉母は。うちの秋吉、貧血で倒れたんだって?保健員が運んでくれたんでしょ、ありがとねー。的なこと言ってるし。いやいや違うだろおばさん。でも秋吉に会ったらマジで普通で、みんなとりあえず安心したよ。秋吉はあの後、保健室で目を覚まして家に帰ったらしい。で、記憶も人影に頭を重ねられた時点までしかなくて、気がついたら保健室のベッドだったそうだ。頭合わせられてなんで失神したの?と聞くと、白い人影が自分に向かい合ってしゃがみ、頭が近づいてきて、よくわからん夢の風景みたいなもんがたくさんフラッシュしたかと思ったら、次の瞬間には保健室だった。と。なんだよその夢の風景って、とみんなで聞いても。なんか見たことある気がするんだけど、現実っぽくない感じがする夢の風景に似てる。都会とかその辺の風景っぽいんだけどいろいろだったよ。と不明瞭な答えしかいただけなかった。ふーん。と腑に落ちない俺らだったが、とりあえず三国無双して解散した。その後、学校では白い人影を異次元の人と呼んで、秋吉はそれにラリアットをかましたということでヒーローだったね。それもほんの少しの間だったけど、やっぱ意味のわからない体験とかって、すぐに日常の中に埋もれちゃうみたいだ。今でさえ、地元の仲間と集まるとたまにその話になるよ。俺もみんなもはっきりと当時のことはよく覚えてるんだ。でもどうして白い人影が急に学校に現れたのか、夢の光景って何なのか、それぞれ脈絡がないカオスな要素ばかりだから、それ以上に話は展開しない。ただ、10年前、あそこにいた俺たちは確かにそれを体験したはずだ、という頼りがいのない気持ちが残るだけだわ。秋吉が無事でマジでホッとした。秋吉が見せられたのはアカシックレコードかも。白い人はちょっと切れて反撃しただけなのかな。5年生のうちの誰かが心霊スポット行って、悪さして後ろにゾロゾロついてこられてた可能性あり。小学生は何が起こってもとりあえず三国無双はやるんだな。まあ、どんなに心配したって自分たちにできることなんてないだろうしな。